おはようございます。今日は僕のモーニングルーティンをやっていきたいと思います。まず朝起きたら携帯をいじります。で、オドの再生が50万再生いきました。たくさん一つ一つこだわって作った振り付けなので、それを推測するようなコメントとか、あと何分何秒が好きとか、そういうコメント一つ一つが本当に嬉しいです。ありがとうございます。次は AirPods を探します。僕はマジで夜 ASMR を聞かないと寝れない体質なんですよ。ということは ASMR 依存症でございます。はい。で、目が悪いのでメガネをかけて AirPods を探します。はい。そしたら次は顔を洗います。で、見たらわかると思うんですけど、僕マジ唇の色が真っ青だし、顔も青白くて血色がないんで、小学校の時すごいそれが嫌だったんだよね。歯磨きします。だから小学生の時は登校する前に顔をどんどこどんどこ叩いて赤くして登校してました。次はカラコンを装着です。目がよろしくないからカラコンを入れる。このメガネは小学生の時からずっと使ってるメガネです。カラコン装着完了。そして特等席に戻り水をたくさん飲みます。はい。次はファンの方にいただいたヘアクリップを使います。でね、その他にもたくさんファンの方にいただいたものを使って生活してます。本当にいつもありがとうございます。はい。で、卵保湿ジェル、ドンキで買ったものを使って顔の保湿をしていきたいと思います。で、これは敏感肌の方にもすごいおすすめって書いてあったから買ったんですけど、めっちゃ良き丸です。そして最近ハマってることは、メイク中にイヤホンをつけてネットフリックスを見ながらコナンを見ながらメイクをするです。コナンめっちゃ面白い、超ハマってます。そしてファンデーションを塗っていきます。前の毎日メイクの動画の時は塗ってないって言ってたんですけど、肌とかを守るために塗った方がいいって聞いて塗り始めました。メイクはこの前紹介した毎日メイクの時とほぼ変わってない感じです。使うものも変わってないです。だけど一つ変わったところがあって、それはキャンメイククリーミータッチライナー01番のブラックと02番のブラウンっぽい色で地雷盛りラインを描いていきます。前はシャドウで描いてたんですけど、ペンシルで描いてます。で、これ落ちにくいからめっちゃね、いいの。こんな感じで釣り目っぽいから、まあ、少し垂れ目みたいな感じで描いてます。ラインもこの色違いのブラックを使って描いてます。で、これ落ちにくいからメイク落としする時も結構大変。そして次はイニスフリーノーセバムミネラルパウダーを使って肌に塗っていきます。赤ちゃんのようなすべすべ肌に演出するって書いてあったんですけど、これを塗ると肌がすべすべになるし、なんか韓国の方は前髪に塗ったりするっていうのも聞きました。次、ロム&グラスティングウォーターティントの02番を使ってリップを塗っていきます。前まではマット系のリップが好きだったんだけど、今はなんかちょっとツルツルぐらいの、ツルツルじゃない、ツルツルぐらいのやつが好きです。はい。ということでメイク完成しました。そして次はプロセカをやっていきたいと思います。3ヶ月前に始めたんだけど、めっちゃハマってます。なんかエアポーツとかでやるとさ、少し音ずれてる感じじゃん。だからこのイヤホン使ってやってるんだけど、絡まってる。ちゃんと毎日ログインしてログインボーナスをもらってます。あとチャレンジライブも毎日やってメンバーのランクを必死に上げています。今から大事なチャレンジライブをやっていきます。今回チャレンジするライブはエコーエクスパートです。ちなみに僕の推しはビビットバットスクワットのアンさんとコハネちゃんです。で、こちらもファンの方にいただいたんですけど、ランダムだったんだよ。それで中開けてみたらアンさんが入ってて、もうめっちゃ嬉しかったです。で、本当にボカロ大好きなので、おすすめの曲があったらコメント欄でたくさん教えてほしいです。
で、そろそろあのチャレンジライブが終わる頃なんだけど、奇跡が起きたの。見て、プルコンボ行ったの。しかもはるかエキスパートバージョンでフルコンボ行ったの。この時が初めてだったからめっちゃ嬉しかったの。見て、本当にフルコンボ、やばい、びっくりしてる。成長したのかな成長したのかな続きまして、時間があったので今日はエペをします。相方はジブラルタルを使ってて、毎日ドームシールドとウルトに助けられてます。それでは僕の試合の様子をどうぞ。分かるから、よっしゃ、乗く。大丈夫、やばい、抜けられてる、やばい、ごめん。あー、オッケー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 、オクタ待ってます。オクタ乗っく、オクタ乗っく、オッケーオッケーオッケー、どこどこどこ、ゴーゴー。え、待って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 、見てください、敵が目の前にいるのに殴ってます。銃を持ってません。焦ってます。まあこんな感じでランクを回してるんですけど、今ランクはゴールド帯の4で結構やばいです。毎日射撃場で打ち合いの練習してくださるお友達いませんか？はい。でヘッドホンをしてゲームするといつも髪の毛がね潰れちゃうので、ゲームが終わってからいつも髪の毛セットしてます。見てください、最近剃り込みを入れました、かっこいいやろはい、じゃあ髪の毛セットしていきます。で今日はマッシュヘアにしようと思ったので、ストレートで髪の毛をやっていきます。いつも120度の温度でやってます。一番低い温度でやってます。で今度ウェーブヘアのやり方の動画とか出そうと思うんだけど、需要あるかな。はい、完成しました。こんな感じです。どうですか？はい、ということで僕のモーニングルーティーンはこんな感じです。マジであんまり何もしないです。起きてメイクしてプロセッカやって、時間があったらエペして、髪の毛やって、時間になったら家出るみたいな感じです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。あと、SNS のフォローもお願いします。ということで、以上、チェゴでした。バイバーイ。